オで電化熱？気にしなかと思った。想像の100倍きつい。これだけは絶対にやっちゃダメ。皆さんこんにちは、インドオイル系 YouTuber のミリです。今日も現地からインドのリアルな情報をお届けします。ぜひ最後までご覧ください。今回はインドや海外に行く人には絶対に知っておいてほしい感染症の一つ、デング熱について徹底解説します。というのも、実はつい先日、私もここインドでデング熱ついに発症してしまい、死ぬほど辛い思いをしました。私のリアルな経験を踏まえながら、今回はデング熱の原因や症状、現地でかかった時の治療方法や診察方法、そして気をつけるべきポイントなどについて徹底解説します。インドや海外を旅行する、出張する予定がある方には必ず知っておいてほしい情報となっているので、ぜひこちらの動画をご覧いただけると幸いです。デング熱とは、デングウイルスに感染した蚊に刺されることによって感染する感染症で、アフリカ、アメリカなどの熱帯、亜熱帯地域で多く見られる感染症です。最近では特に東南アジア、インド、ブラジル、メキシコなどで患者数が多くなっていると言われています。ここ10年で劇的に感染が拡大、全世界では年間1億人が発症しています。ただしコロナのように人から人に直接感染することはありません。このデング熱、蚊に刺されてすぐに発症するというわけではなく、発症するまでの潜伏期間は3日から7日程度というふうに言われています。主な症状としては、38度から40度の発熱、頭痛や目の上の痛み、筋肉痛、関節痛、吐き気や嘔吐などが起こり、約3日から5日で解熱傾向となります。このデング熱、別名ブレイクボーンフィーバーというふうにも呼ばれていて、この名前の通り、骨そして関節に強い激しい痛みが伴うというのが特徴的です。実際に発症してから数日は、骨だったり関節がずっと強く殴られているかのような激しい痛みにずっと苦しんでいました。デング熱は多くの場合は1週間程度で自然回復していくのが一般的ではあるんですが、中には症状が重篤化した場合は、肝臓の腫れや血小板の減少、消化管や鼻からの出血といった症状を表す重症型デングという状況になることがあり、血小板数が2万以下に低下すると輸血が必要だと言われています。最悪な場合、死に至る可能性もあるため注意が必要です。デング熱には根本的な治療であったりワクチンというのは現在のところ存在していないです。解熱剤を使ったり、関節痛に対して鎮痛剤を使ったりといったような症状の緩和、対症療法というのが中心となります。デング熱の治療で気をつけてほしいのが2点。自己判断で市販の薬を使うのは絶対に NG、 必ず医師の診察を受けましょう。デング熱の時には出血傾向を助長する薬の服用は避けなければならず、薬によっては出血症状のリスクを高める可能性があるので非常に危険です。例えば日本で解熱鎮痛剤として浸透しているロキソニンやバファリンに関しても服用は危険というふうにされていたりと、このデング熱に関しては服用 NG な薬も多くあるため、むやみに自身で判断せずに必ず医師に診察してもらうことをお勧めします。気をつけてほしいこと2つ目としては、デング熱にかかってしまうと血小板が著しく低下します。この血小板を増やすためには、とにかく水分を補給するということが大事になってくるので、どんなに辛くても一生懸命水を飲んで血小板を増やすように努めてください。私の場合は仕事が終わった金曜日の夜からちょっと微熱っぽくてですね、その日は早く寝ました。そして翌日の土曜日からですね、もうなんと朝から39度の高熱が出てしまって、プラスの関節の節々も痛かったり、今回びっくりしたのは目の裏の痛みですね。目の裏の眼球のところがもう本当にこう熱く痛くというような症状がずっと続いていました。日曜日の夜に歯磨きをしていたら、なんと普段出血しないようなところからですね、もういろいろと血が出てしまって、もうそれを見た瞬間に、あ、これはデング熱だと
というふうに気づきました。それから1週間はずっと解熱剤を飲んだり、関節の痛みを和らげる鎮痛剤を飲んだり、2日に1回は血小板の検査、血液検査をしながらといったようなふうに過ごしていました。私の場合は発症してから10日間でなんとか通常通り健康を戻ることができました。とにかく発症してからもう1週間はほぼ何も食べられないくらいですね、もうとにかく苦しい日々でした。体重が4キロもあれよあれよと減っちゃいました。この10日間はですね、もうとにかく処方された薬を飲み続けたり、何も食べる気力もなかったんですが、とにかく血小板を増やすために水を飲んで、あとは食べれるフルーツ、私の場合はパイナップルだったりザクロが結構効くというふうにも聞いていたので、ザクロ栄養をつけるということを徹底していました。診察後は解熱剤とあとは関節痛の鎮痛剤を処方していただきました。インドは遠隔医療サービスがかなり充実しているので、医師から処方箋をもらったらですね、すぐに専用サイトにその処方箋をアップロードすると数時間以内に自宅に薬が届くんです。いろいろと遠隔医療サービスあるんですが、私がよく使っているのはこの 1MG というサービスですね。このサービスはアメリカの検証機関からもきちんと認証を受けている、安心できるサービスということもあってよく利用しています。画面はこちらですね。こういった風に処方箋を PDF 化してアップロードして、その後は自宅の住所であったり必要事項を記入すると数時間以内にですね、薬が自宅まで届きます。実際にですね、届いた袋がこういった感じになりますね。アマゾンが届くというような感じで薬も届けられるんですが、きちんとこういう風に梱包されて手元に届きます。もう本当に体調が悪い時は外に出かけるのもかなりしんどいので、もうこういったサービスですね、インドは普及しているので、病気の時なんかはぜひ使ってみてください。今回はこの薬代とそしてデリバリー代含めて30ルピー、日本円だと45円という破格でした。今回私はデングの検査は自宅で受ける形を取りました。免疫力も低下していたので、そういった他の感染症を受ける可能性があるといったところで今回自宅で受けました。検査内容はデング熱、マラリア、そして CBC という血小板を測るテスト、この3つを受けました。こういった検査もインドいろいろとサービスがあるんですが、私はですね、お医者さんから勧められたこちらのサイト、こちらの機関を使って今回検査を行いました。こちらが実際の画面ですね。いろいろと受けられる検査内容あるんですが、今回はですね、デングであったりマラリア、あとは CBC というのを検索してそのまま予約をしました。3つ検査を受けたんですが、なんとですね、この3つ合計で1070ルピー、日本円だと1500円くらいっていう、かなりですね破格の値段で受けることができました。今回私はちょっと真夜中に予約をしたので、翌朝の8時に来ていただくような検査日程と、そして検査もですね、朝の8時にきちんと自宅まで来てくれて、その日の夕方には検査結果が分かるというようなスピーディーさでしたね。実際に当日検査を受けた時の様子がこちらです。手袋をはめて今から採血をします。失礼して見てる。Problem. インジェクションな。No medicine, you na. One, two, three, medicine is okay. What's up? Yeah, so blood waste.
これですね。終わった。きつい。解決するのはきちんと名前だったり番号を書いてます。ユーリーです。CBC とあとこれがデングとマラリアの血液を取ってます。こうした風にパックに入れて持ち帰って検査してくれます。はい。Thank you. Bye bye. 実際の検査結果レポートがこちらです。もちろん英語で全部書かれてはいるんですが、見る項目もですね、決まっているので、すごく分かりやすくチェックすることができます。やっぱりですね、それぞれデングの値だったり、あとは CBC 血小板もですね、かなりこう落ちているといったような結果が分かってですね、これはしっかり治療を専念しないといけないっていうので、やっぱりこういった風に可視化して結果が分かるとですね、私自身、治療に向かって全力で頑張ろうという気持ちになりました。私の場合かなり血小板の値が低かったので、2日に1回ですね、血小板の値を測る検査を行いました。体調が回復するとともにこの血小板の値も戻ってきていたので、ほっとしながらこの検査を受けてました。インドではこうした血液検査を気軽に受けることができるので、デング熱の場合は特に血小板の値に関してはですね、定期的に検査を受けることをお勧めします。デング熱は残念ながら完全に防ぐことはできないんですが、室外そして室内対策をしっかりと行うことによってある程度防ぐことができると思います。ウイルスを保有する熱帯シマカは通常屋内に生息しています。戸棚やベッドの下、カーテンの裏や浴室など暗くて涼しい場所に潜んでいると言われています。旅行などで生息地域を訪れた場合は、こうした場所に殺虫剤を吹きかけて家屋除したりと、しっかりと対策を行うことをお勧めします。デング対策には服装も大事。日中外で過ごすときには、肌を露出しない長袖、長ズボンを着用する。素足でのサンダル履きを避ける。露出する場合は、虫除けスプレーなどを使い、蚊を寄せ付けないようにする。ちなみに蚊は色の濃いものに近づく習性があるので、こうした白い服だったり色の薄いものというのもおすすめです。海外では自分の口に合うものが少なかったり、いざ病気にかかってしまった時に食べれるものというのもかなり限られているため、日本からビタミンゼリーのような栄養があるドリンク系のものであったり、ポカリゼットの粉、そういったものを持ってきておくと安心だと思います。今日も最後までこの動画をご覧いただきありがとうございました。今回は私自身がデング熱にかかったという経験をもとにですね、デング熱について徹底解説を行いました。本当に死ぬほども辛かったです。皆さんに同じ思いをしてほしくないという思いから今回この動画をまとめてみました。万が一かかってしまった時にも少しでもお役に立てる情報があると幸いです。このチャンネルではこんな風にインド現地からインドのリアルな情報をお届けしています。デング熱のことがよく分かった、役に立ったと思ってくださった方は、このチャンネルにチャンネル登録、コメント、いいね、よろしくお願いします。そして各種 SNS、 Twitter、Instagram、LINE アットも始めているので、こちらも合わせてフォローしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。インドのリアルな情報をお届けします。ま、ダメだ、久々だからめっちゃ噛んじゃう。今回この動画ではデング熱にかかった時気をつけるべき。めっちゃ噛むな。こういったデリバリー代含めて、なんとインド円、ちなみに今回は I'm coming, okay? うん、バイバイ。バイバイ。Thank you, Mikey.